こんにちは、スキヤ渡です。今回ですね、愛知県スキー技術選手権大会の方に、オープンではございますが、参加しておりまして、まあその反省とか、まあ明日も一応種目あるので、そういったところをどうやっていくのかみたいなものを、報告させていただきたいなと思います。まあ各地方で技術戦が、ちょいちょい始まっておりまして、まあそれで勝ち上がっていった人が最終的には全日本スキー技術選手権大会の方に、参加できるという権利を獲得するものにはなると思うんですけど、まあその地方予選は、まあ大体のところが1級ぐらいの、技術があれば出れるとか、県連等に所属していなければ、僕みたいな感じでオープン参加することができる。オープン参加っていうのは、まあ誰でも出ていいですよみたいな。エントリーさえすれば、出ていいですよみたいな権利なんですけど、1級ぐらいの実力以上であれば、出ることができると思います。はい。で、僕は、愛知県の県連には、数年前、何年前だろうな、5、6年前ぐらいまで所属しておりまして、愛知県から全日本を目指して、予選出てたことはあるんですけど、まあ、当然箸にも棒にもかかる成績ではなくて、まあ、以前まで、ホノキ平の方、ベースで、技術戦開催されてはいたんですけど、今回ね、白馬岩岳スノーフィールドで開催されるということで、まあ、ちょっとね、岩岳で滑ってみたいっていうね、学生大会ぶりなので、岩岳で大会あるのが、それに出てみたいということで、参加させていただきました。で、今日ね、フリーと、あとなんだっけな、フリーと中回りと小回り、この3種目。で、コースが、カモシカ第一ペアリフトのすぐ隣のカモシカレーシングコース。今もこのコース名なのかな？ちょっとね、コース名が何年か前に変わって、僕、学生時代滑ってた頃の名前でしか覚えてないんですけど、そのコースで、全部試合が行われました。で、雪はまあなんと、実に岩岳らしい雪というか、雪に完全に水を含んだ、雨水を含んだような感じの、雪質でございまして、まあそれをなんかね、コート上は綺麗に慣らしてはくれてはいたんですけど、なんせね、このコース以外の部分ですね、移動するのにもすごい疲れるし、難しい雪だし、ギュッと踏んだらズボッと入るような雪だったので、まあそこでアップとかしてて、で、その後に、まあ本ちゃんのコース行ってみると、まあ噛むんですよ。噛むっていうか、綺麗に整備してくれてたので、まあ普段通りな感じで滑れはしたんですけど、まあそれ逆に、良くなかったというか、アップしてるところの感覚のまま行っちゃえば、あれ、もうちょっと行けたのになとか、そういう感じになっちゃったので、で、まあ、明日も一応試合あるので、その辺気をつけていきたいなと思います。で、今日見てると、最後の方すごい雪降ってきて、もしかしたら雪質変わってくるかもわかんないですけど、まあ、その辺もちょっと考慮に入れながら、インスペクション等でしっかりと確認してみて、どんな状況なのかっていうのを頭に入れて、試合に臨みたいなと思います。はい。で、僕自身ね、この愛知県の成績がどんだけ良かったところで悪かったところで、全く今後の、技術戦全日本行けるわけではないので、まあ、敗退というか、もう出る権利を得ることが、まず、ないです。はい。なので、まあ僕は、来週ある神奈川県、千葉県の大会が本ちゃんというか、そっちで県連登録してまして、で、千葉県スキー連盟の方から、なぜかわかんないですけど、千葉県スキー連盟に所属してまして、で、戸隠スキー場で大会があるので、そちらに参加しようかなと考えているところです。はい。ただね、僕、千葉県足を踏み入れたことすらないので、まあ、本当にこれでいいのかなとか、若干思ったりはしてるんですけど、まあ、その辺は置いといて、で、大会のね、前哨戦ということで、岩岳の方で、久々に愛知県の、技術戦に参加しました。はい。で、やっぱね、以前も所属していたっていうこともあったりだとか、まあ他の YouTuber さんだったりとか、愛知県でスキー頑張ってる人たちとかも、スキーヤ渡る知ってくれてる方何人かいらっしゃって、声かけてくださったりだとか、久しぶりに会う方とかいらっしゃって、すごいね、
僕自身ね、参加してよかったなというふうに思っております。はい。ただ、伺いたいのが自分の成績で、まだちょっとリザルト見てないんですけど、点数を見る限り、だいぶ渋い、自分の点数が。はい。で、今年に関しては、なんならこの動画の配信結構、サボってるというとあれですけど、結構減らしてるんですよ。去年に比べてだいぶ動画の本数減ってると思います。なんでかっていうと、まあ、シンプルに、その時間を練習とかオフトレーニングとかに使ってきたからで、まあ今年がこの配信活動を始めて一番好きに対して向き合ってる年だと思います。はい。まあただそれにも関わらず、ちょっと結果が悪い方向で、もうなってこなかったっていうのが、まあちょっと正直残念なところではあるんですけど、まあ一言で言うと、まあ悔しいですね。はい。で、全然滑れなくて、まあ、いかんせん、ダメなのは自分なので、まあ、変われるのは自分しかいないので、まあ、遂行を切り替えてやっていきたいなというふうには思っています。はい。なので、僕自身ですね、まあ、来週の大会に向けて、全日本には多分ね、全く届かないとは思うんですけど、まあ、僕がこうやって配信する立場でありながら、こう、大会に出て、で、登録者もね、結構、スキー界の中では多い方かなとは思うんですけど、あえてね、こう、大会とかに出てない人とかも中にはいらっしゃると思うんですけど、僕はそれ全部晒して、僕のレベルがこういう、これぐらいだけど見ますかっていうのを提示したいと思ってまして、なんでかっていうと、この、基礎スキーの特性っていうのは、やっぱり自分の評価じゃなくて他人の評価で優劣が決まるスポーツだと思うので、だから僕だって判断していただくのは皆さんですし、ジャッジの方に判断していただくしかないので、僕がいくらめちゃくちゃ自分は上手いと思ってたところで、ジャッジの人があなたの滑りダメですって言ったらダメなんですよ。逆に僕の滑りが、いや全然ダメだわと思ってても、ジャッジの人が評価してくれたり、視聴者の方が評価してくれれば、それで OK かなというふうに思っていますので、まあそういった、第三者委員会とか言うとちょっとあれですけど、まあ第三者の意見を、まあパッと取り入れることができるのがシンプルに技術点かなというふうに思っております。はい。検定も多分それに入ってくると思うんですけど、まあ検定っていうと、なんかこう仲間ができたりとかいうところに結びつかないと思うので、まあどっちかというと僕は技術点に参加して、で、まあそれにね、全日本とか出てる人たちと一緒に練習させていただくこともちょいちょいあるので、まあそんな感じで同じフィールドを目指してるような感じで自分も頑張った方が、まあ仲間の練習にもついていけますし、逆に自分が気づいたことも言えたりするかなと思うので、まあそういう感じで、頑張っております。はい。ということで今回は、愛知県スキー技術選手権大会の、まあ、中間速報というか、まあ明日以降も頑張っていきますみたいな内容の動画でした。はい。今回もご視聴いただきありがとうございました。また。